平野紫仕様、元金プリからの脱退後に、暴露系ユーチューバー転身の可能性はこんにちは、尊敬する読者の皆さん。今日は、エンターテインメント業界で大きな波紋を呼んでいる元金プリ平野仕様に焦点を当て、彼の未来について考察してみたいと思います。平野紫仕様は、キングプリンスを脱退し、 ジャニーズ事務所も退場した後、驚くべき道を歩むかもしれません。それは、暴露系 YouTuber としての可能性です。平野仕様の新たな道。2023年5月、平野仕様はキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも独立しました。この決断は多くのファンにとって衝撃的でしたが、その後の動向がますます注目されています。 なぜなら、平野仕様が YouTube に登場をする可能性が浮上したからです。女性自身のスクープ記事によれば平野は退場後に YouTube への出演オファーを受けていたと報じられています。この YouTube 番組の内容は、退場に至った経緯を全て明かすというもので、当初平野は出演を了承し、撮影の調整を進めていました。しかし、退場が迫るにつれ、 彼の心境に変化が生じました。金プリに残る二人やこれまでお世話になった人々に思いを馳せ、YouTube 出演を見送る決断を下したのです。性加街の告白、平野紫耀の退場に関する話題は、単なる芸能ニュースに止まりませんでした。なぜなら、同期入所の元ジャニーズ JR、で歌手の岡本カウアンから、 平野がジャニーズ事務所の創業者である小ジャニー北川氏から性加害を受けていたという告白があったからです。これにより、平野市要の人生に暗雲が立ち込めました。もし平野が YouTube の撮影に臨んでいれば、この問題についても言及せざるを得なかったでしょう。一部の芸能関係者によれば、ジャニーズ事務所の幹部は、 平野の YouTube 出演を見送ることで安堵しているのではないかとさえ言われています。未来への期待と不透明さ。しかし、平野仕様の未来は依然として不透明です。ジャニーズ事務所の今後の対応によって、彼が暴露系 YouTuber としての活動を始める可能性もあるのです。もしそのようなことが実現すれば、これまでの芸能界にはなかった騒動となることでしょう。 平野の仕様は芸能界での力を持つ存在として今後の展開に大きな影響を与える可能性があります。彼が抱える爆弾をどのように扱うかによって彼の芸能活動は大きく変わるでしょう。また彼がジャニーズ事務所からの圧力にどのように立ち向かうかも注目すべき点です。結論。 平野の仕様の未来についてはまだ多くの疑問が残っています。彼が暴露系ユーチューバーとしての道を選ぶのか、それとも別の新たな芸能活動に進むのか、我々は見守るしかありません。彼の決断は芸能界における重要な出来事となることでしょう。私たちは平野仕様の今後の動向に注目し、その人生とキャリアについて見守り続けます。 どのような道を選ぶにせよ、平野の仕様には幸運を祈り、彼の新たな一歩を楽しみにしています。